ソユーズの一覧。ソユーズの一覧では、過去のソユーズ宇宙船の機体の名称と概要、計画のみで終わったものを含めるを挙げる。ソユーズ、サユーズ、ロシア語、サユーズ、英語、スイス、ソユーズは、ソビエト連邦及び、ロシア連邦の一の三人の理由人宇宙船。ソユーズ計画そのものについては、ソユーズとソユーズ計画を、 ソユーズ宇宙船を打ち上げるソユーズロケットについては、ソユーズと R-7 を、ソユーズ宇宙船の派生で、無人補給船バージョンについては、プログレス補給船を、ソユーズ宇宙船の実機モデルだと一時考えられていた。リフティングボディ構造の宇宙船については、クリーペルをそぞれ参照。ソユーズ宇宙船は、アポロと同様に月面に人を送り込むことを目的に、計画された。 結局ソ連は月に人を送り込むことができなかったが、無人のソユーズ宇宙船、ゾンドワーポロよりも早く月を周している。以下にはその月に人を送り込む目的で計画されたソユーズ宇宙船のモデルを記述する。ソユーズ A、ソユーズ 7K 有人船、ソユーズ B、ソユーズ 9K 推進船、ソユーズ C、ソユーズ 11K 補給船をそれぞれ別のロケットで打ち上げ、 軌道上で一列にドッキングして月接近飛行を行ういうコンセプトがセルゲイ・コリロフによって提案されたものの計画のみで終わった。ソユーズ A は前から順に軌動船、機関船、機械船が並ぶ構造、機械船の左右に太陽電池パネルを搭載するなど実際に最初に飛行したソユーズ 7KOK、OK、をはじめ その後のソユーズシリーズの基本となるものはこの時点で、ほぼすべて計画されていた。ソユーズ 7KOK、OK、をベースに、ソユーズ L1 計画、ガツ周回飛行のために、講述する 7KL3 と、並行して計画されていた機体。ソユーズではなく、ゾンドとして、ゾンド4.56.78号が生物を乗せて月を周回したほか、数機が打ち上げに失敗している。 ゾンドとはロシア語で、無人計測機の意味だが、ソユーズではなくこの名称で実験をしていたのは、アメリカ側に計画を悟られなくするためであったと思われる。重量軽減のため、他のソユーズシリーズにある機動船が省かれ、乗員も二人になっている。1970年10月30日、ソ連政府から L1 計画の中止が求められると同時に、 7KL1 の役割も消えた。ソユーズ 7KOK、OK、をベースに、ソユーズ L3 計画のため、7KL1 と並行して計画されていたモデル。7KL3 ではなく7 k ロックと表記されることもある。アポロガツ宇宙船は、CSM、指令、機械船と LM、ガツ着陸船の間を通路で直接行き来できたが、6区、ガツ機動船と LK。 ガツ着陸船を結ぶ通路はなく、LK のクルーは宇宙遊泳して乗り移る。このために新型の宇宙服が開発され、改良を重ねて ISS、国際宇宙ステーションでも使われている。7KL1 と違って太陽電池パネルがなく、代わりに燃料電池を搭載するため、外見は CSM に似ている。また機動船には月面から戻ってきた。 LK とドッキングする時のために、目視確認用のキューポラがある。機関船には 7KL1 と同様の厚い耐熱シールドが備えられ、再突入時には大気圏上層部で水切りすることになっていた。2機の 7KL3 が無人で N-1 ロケットの最上部に取り付けられ、打ち上げ実験が行われた。ロケットは2回とも爆発したが、宇宙船は 1983年のソユーズ T-10 から1のように打ち上げ脱出システムによって切り離され、わずかな距離だけ飛行した。1974年6月23日、政府からソユーズ L3 計画の中止が言い渡された。実際に宇宙に飛び立った機体は一機もなく、計画中止後は N-1 も含めて全てスクラップにされた。アポロ宇宙船の LM。 ガツ着陸船に似ているが、LM の3分の1の重量で一人乗り。コスモ十ス379.398434号が、無人テスト機として打ち上げられている。有人での月飛行を目指して作られたソユーズだが、ソ連が有人での月飛行計画を中止した後は、もっぱら地球を周回する軌道に限定して使用された。九百六十年代から九百七十年代に、 かけて人が死亡する事故を二度起こしているものの、1971年以降は現在に至るまで死亡事故は起きていない。ただし毎一発で助かった事故は何度か発生している。様々なバリエーションが存在し、現在はソユーズ MS が運用されている。初めて実用化されたソユーズ宇宙船のタイプ。ちなみに乗員が3人とあるが、中が狭く、 三人の定員一杯まで乗船すると、弱っ腹が切られなかった。最初の球技はドッキングは可能だが、機体同士を直接行き来できるハッチはなく、乗り移る場合は、エアロックから出て、機動船の外壁を伝って移動しなければならなかった。ソユーズの無人試験飛行は、コスモス衛星として行われた。ソユーズ1号での初有人フライトには、 ウラジーミル・コマロフが選ばれたが、大気圏再突入後、原則用パラシュートが開かずにそのまま地表に激突し、コマロフは死亡してしまった。これが最初の宇宙飛行中の実行死だと言われている。これ以降ソユーズの打ち上げは1年半中断した。その後ソ連はソユーズ2号を無人で飛行させ、3号から再び友人で飛行するようになった。ソユーズ3号は、 無人の2号の姿を確認できるまでに接近した。次のソユーズ4号と5号はドッキング装置を有しており、軌道上で初の宇宙船同士のドッキング実験を行い、4号の飛行士が5号に、5号の飛行士が4号に乗り移って地球に帰還した。5号は着陸時の逆噴射エンジンが作動せず、着陸時の衝撃でボリス・ボリノフ飛行士が重傷を負った。 さらにその次の6号、7号、8号が宇宙空間でランデブー変態飛行を行った。9号では宇宙空間に長期滞在し生活することが可能かどうかの実証のため18日間に及ぶ長期の飛行を成し遂げた。7KOK、OK、をベースに宇宙ステーションサルートとのドッキングポートを取り付けたモデル。 ドッキングポート以外の基本的な構造は 7K、OK と変わりはない。ソユーズ11号は世界で初めて宇宙ステーションとのドッキングに成功した宇宙船となったが地球への期間中にカプセルの空気が漏れる事故を起こし乗員3人が死亡した。これを受けてモデルチェンジが加えられたため 7KX が使用されたのは10号と11号の2機のみである。 ソユーズ11号の事故を受けて、乗員の安全を優先するようにしたモデル。12号から40号まで使用された。弱っ腹を切られるようにした代わりに乗員が最大2名に制限された。ちなみにこのモデル以降のソユーズは月へ行くことは考えておらず、もっぱら低軌道にあるステーションとの人員輸送に的を絞られている。7KT は、 太陽電池パネルを持たず、バッテリーで電力を確保するモデルもあった。この方式だと電力は2日分しか持たないが、ステーションにドッキングした後は、ステーションの太陽電池パネルで電された電力が供給されるため、問題なかった。13号は宇宙と地上を撮影するオディオンにカメラを搭載していたため、ドッキングシステムが回収されている。 7KT のもう一つのバリエーションが、軍事用宇宙ステーションアルマーズへの飛行に使われた 7KT-AQ である。7KT と同時期に運用されていた機体ではあるが、こちらは 7KOK、OK、と同じように、弱っ腹を切られない3人乗りで、ただし公表されている限り、この時期のソユーズで3人が乗り込んだミッションはない、太陽電池パネルを持っていた。 そのため 7KT のように電力で日数に制限が出ることはない。7KOK、OK、のドッキング装置やパラシュートに改良を加え遠隔操作装置を有している。7KT-AQ は軍事目的で開発された機体であり、宇宙ステーションでの実験や観測を主目的にしていた。7KT とはその目的が異なる。また公開されていない情報も多い。 28号以降、クルーのうち一人を外国人としたミッションがたびたび行われるようになる。アポロソユーズテスト計画のため、アメリカからアポロの環境に合わせられるよう要請されて 7KT をベースに設計された機体。ドッキングポートをアパスに改め、アポロ指令、機械船内の気圧、0.68気圧イコール69キロパスカルに合わせられる、要減圧。 カーチ室が設けられ、太陽電池も新型のものに交換された。なおそのような改造をした結果、定員は二人になった。記録上は、アポロソユーズテスト計画に用いられた19号の、他は22号しか使われていない。こちらは、ドッキングポートの代わりに、東ドイツ製のカメラが取り付けられ、写真撮影任務を行った。ソユーズ 7K、P、 ペレクバッチック宇宙戦闘機とソユーズ R ロスベジャ同級宇宙式偵察機は1962年にセルゲイ・コロロフによって提案された。初期案では 7KP はソユーズ B 推進船及びソユーズ V 輸送船とドッキングして燃料補給を受け高度 6000km 以内にある敵の衛星を迎撃する。ソユーズ R システムは写真及び電子偵察機能を 持つ小型宇宙ステーション11回71と自民輸送用のソユーズ 7KTK で構成される。7KP は敵衛星の射殺あるいは破壊のために設計されたが、そのためには標的の衛星にランデブーする必要があった。後にはクルーの大危険を極限化するためにソユーズ 7K、PPK、パイラタームーボカーブリアペレクバッチか、有人宇宙戦闘機が提案れた。 ズベズダ、星は、ソユーズを元にした宇宙ステーションである。有人で地球を観測し、敵衛星を射殺あるいは破壊する。電源として2機のプルトニウム電池を搭載し、敵の射殺あるいは、迎撃衛星からの自衛用に、真空中で撃つために設計された、無反動砲を装備している。方針は固定され、ステーション自体を動かして照準する。 機関モジュールには標準用の窓が開けられている。アルマーズとのドッキングも可能である。1966年に6人の宇宙飛行士、パイロットエンジニアのペアが2組と予備のエンジニアが2人が選ばれて訓練を受けていたが、1967年に計画は中止された。ソユーズイス、軌道偵察ステーションは、 別々に打ち上げられた軌道ブロックの11回 731OB バイト、自民輸送用のソユーズ 7KS で構成される。コスモス670.77に869号が無人テスト機として打ち上げられた。7KTM と軍事用ソユーズを元に改良されたソユーズである。より長期のミッションに対応できる、要太陽電池パネルが大型化され、 イグラランデブーシステムと新型のスラスターが装備され、また、3人のクルーが弱っ腹を着たまま乗り込めるようになった。ミール及び国際宇宙ステーションとの王冠を目的としたソユーズ T の改良型である。新型のクルス、カーズ、英語の発音はカーズ、またはコーズランデブー、ドッキングシステム、通信システム、パラシュートと連動した。 着陸用逆噴射ロケットが装備されている。クルスシステムは旧型機のように宇宙ステーションと鏡合わせの軌道をしなくてもドッキングできる。ミール長期滞在クルー、ロシア人二人と短期滞在クルー一人、外国人が多いの組み合わせが基本になっているが例外もある。国際宇宙ステーションへの人員輸送のためにアメリカ航空宇宙局からの要請に基づいて 設計変更が施されたソユーズ宇宙船である。クルーの身長、体重の許容範囲が広げられ、パラシュートシステムも改良された。使い捨て型宇宙船としては初めてグラスコックピット化された。外見は全世代のソユーズ TM と変わらないが、内装は大柄の宇宙飛行士が搭乗可能になるなど居住性が向上している。 トママイナス -2 からトママイナス -14 までと、トママイナス -16 は ISS。国際宇宙ステーション長期滞在クルー、ロシア人2人、または、ロシア人とアメリカ人、各1人と短期滞在クルー1人の組み合わせ。トママイナス -15 と、トママイナス -17 以降は3人全員が、長期滞在クルー、ロシア2人とアメリカ人1人、または、ロシア人1人とアメリカ人2人、または人人人人、または ロシア人、アメリカ人、その他各一人。新世代のソユーズトマ M 宇宙船は、旧世代のソユーズトマ宇宙船を元に開発された。外見的な仕様は、全世代のソユーズトマに準拠しほとんど同じである。主な変更点は、内部に搭載されるシステムである。機械船に搭載する、誘導、広報、姿勢制御システムは、構成する、電子デバイスの使用点数を少なくし、 小型、軽量、省電力化した。機動線、機関線、機械線の各々に搭載するジャイロ、加速度センサーなどセンサーを使っての計測システムも、電子デバイスの使用点数を少なくし省電力化した。また機械線に搭載する、線内熱制御システムには、新型の誘導、後方、姿勢制御システム及びその他のシステムから発生する、熱の対処するため、 新たに複数の冷却板を装備し、冷媒液の電動ポンプの容量を拡大させ、熱交換器も性能の良いものに交換した。誘導、広報、姿勢制御システムや計測システムのコンピュータのコマンド処理ユニットと内蔵プログラムを更新した。各システムに電力供給するための電力切り替えユニットを更新した。宇宙飛行士の操作パネルには、 搭載システムの近代化に対応して、コマンドや信号データの変換ための新しいソフトウェアを維持した。機械船内の装置の課題は、マグネシウム合金からアルミニウム合金に変更し、加工性等の技術的効用が向上した。ソユーズの船内コンピュータと国際宇宙ステーションのロシアモジュールの間のデータ通信をデジタル多重通信化した。 以上をまとめると、ソユーズ MS 宇宙船は予定されている中では最終の改良型である。変更点は以下の通り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。